だ。あの野郎の気持ちわかるで。けどサンジもあの手配書には相当落ち込んでたぞ。誰だ。いつまで落ち込んでんだ。うぜえ、なんて俺だけ偉なんだよ。そんなもんだぞ、お前は。こんなもんでどう言葉にしろ、分からねえ。笑えるんだ、俺は世界中のレディから。こういうことあんのな。びっくりした、世界って広いわ。サンジのやつ、奇跡の星の下に生まれてきたんじゃねえだろうか。いつの日か、すごく面白い最後を遂げそうね。おりゃ、デバルってあの不憫でたらねえ。にゅ、あいつらそっくりじゃねえか。売り二つだ。いやっ。ブルック、てめえ後で葉っぱ押すぞ。